はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私の家にあるアオリイカ水槽のご紹介となります。はい、では行ってみましょう。はい、こちらがですね、常日頃私が癒されておりますアオリイカのスルメちゃんでございます。ちなみに性別はメスです。なんかつついてますね。最近は少しずつ慣れてきてですね、この辺ちょっとでも近づいても炭とか開かなくなりました。ではまず水槽のスペックからですね、ご紹介したいと思います。私が持ってる水槽はですね、60センチ水槽になります。でですね、アオリイカが普段見えたらですね、先ほど言いました通り海を入ってですね、すぐ水が汚れちゃうんですね。目隠しとなるものをですね、このように用意しております。上部なんですけど、アクリル板をですね、もともと貴族のやつ付属してた分があったんですけど、ちょっとサイズがなかなか合わなくてですね、自分で100均に行ってアクリルのシートを100均で買いました。これも適当にね、木材があったんで、それをくっつけて強度を保っております。こんな感じですね。で、もともと60センチ水槽に付いていたこちらがライトになります。この上に何か物置いてもいいかもしれないね。で、ここにね、もともとこれも付属であった上部フィルターがあったんですけど、上部フィルター使っておりません。水槽の下に置いてます、何だったかな、コトブキの550だったかな。これでですね、活性炭素だったりスポンジみたいなのが入ってて、これで丸を浮かしてくれるっていうことになっております。で、これは夏場でよく使って重宝しておりました。エアコンみたいなもんですね。エアコンをつけるか、この水槽用のクーラーを取り付けるか迷ったんですけど、計算したところね、電気代こっちの方が安かったということで、こちらをつけております。これ何番ぐらいしたかな、夏場24度ぐらいに、23度ぐらいだったかなに設定しているようなところです。で、あと一つ最も重要なのが、もうこのプロテインスキマーっていうものなんですけど、中でね、乱拡散することによって、泡の気流を作ってるんですよ。泡の流れで吸い込んだ泡が、この一部がこの上に上がってくるっていう形なんですけど、何をしてるかっていうと、淡水水槽と海水水槽で大きな違いがあって、淡水水槽より海水水槽はものすごい雑菌が異常に繁殖しやすいってことな、繁殖しやすいってことなんですね。ですから、ここの泡に絡めて、この雑菌をこの上でこし取るような感じのイメージだと思っていただければいいと思います。これが必須になります。ということでですね、今から手長エビをぶち込んでみたいと思います。スルメの発狂具合を皆さん楽しんでください。手長エビを水槽から出したんですけど、こいつをですね、ぶち込んでいきます。まずは網の入れたまま入れてみましょう。削れているんでしょうか。むしゃむしゃ言っとります。むしゃむしゃね、ちっちゃい音が聞こえるんですよ、僕には。あとね、食べてる時ほら、炭を吐いたのか粘液が出てるんですよね。にゃーって、わかる？水槽にね、粘液がねろーって出てるんですよ。ほらほらほら、炭なのか何なのかわからんけど、体からこの粘液を出すから、すぐ水槽汚れちゃうんだよね。おもらししてんだよ、俺。スルメはね、よくおもらしするんですよ。なんだろうこれ、ゆだれ？まあ、イカ釣った時もなんか出るじゃないですか、免疫が。あの手の類のものなんでしょうか。何なんだろうね。たまにね、やっぱでっかい音を食べるとね、ブワーって炭を吐くんですよ。あとびっくりした時も、最近はびっくりしないから炭を吐かないんですけどね。まあ、こんな
感じでですね、イカの生態の研究をしております。ゆくゆくはエギを入れてみたり、まあ、野縁を投入してみたりとかですね、ちょっとスルメちゃんに協力してもらいながらやろうかなと思ってるんですけど、ね、めっちゃ可愛いっすよね。絶対ね、エビ捕まえたら背中から食うんですよ。自分が攻撃されないように絶対エビの後ろから噛みつく、もうこれ決まりです。ということで、またチャンネル登録して見ていただけたら嬉しいと思います。じゃあねー。